エントランスオリエンタルホテル、東京米とは、千葉県浦安市美浜にあるホテルである。東京ディズニーリゾートパートナーホテルの一つ。長谷港コーポレーションが開発主体の浦安 AMC プロジェクトの一角に所在する。1995年に大英により、関東発進出のオリエンタルホテル、新浦安オリエンタルホテルとして開業。大英のリストラ策により、 ゴールドマンサックス証券への売却を経て2007年4月から、現名称へ変更となった。オリエンタルホテルの名称から、TDR の運営会社オリエンタルランドの関係会社と誤解されることがあるが、アルックとの資本的な関係はない。ただし、開発が行われるまでの当地周辺は、アルックの社有地であった。3階から12階部分に511室ある。11階は、 ベイビーズスイート12階はキディスイートと名付けられた用事を含めた家族連れに特化した内装や設備を備えた客室となっている。また5.67階に2段ベッド2組が配置された6人部屋のグランデ6などがある。母親の意見を取り入れたフロント、客室、各種サービスが備わる乳幼児期の子供連れ家族を対象にしたフロア。 子供と一緒でなくとも宿泊は可能。2008年ミキハウス子育て総研株式会社のお宿認定事業においてベビーのいる子連れファミリーにとって安心して宿泊できる施設としてウェルカムベビーのお宿に認定された。また2010年度のキッズデザイン賞も受賞している。ビュッフェ形式での提供。コース料理の提供もある。中国料理とデザートを。 ビュッフェ形式で提供する。夜食は料金の安さ、種類の豊富さなどからたびたびメディアで紹介されていたが2019年8月31日をもって提供を終了した。コース料理の提供もある。2018年6月より平日に休業日が設定されるようになった。2020年5月より当面の間全日休業中和食を提供する。 単品、セット、コースメニューのほか、ランチタイムと金土日宿のディナータイムは、ビュッフェ形式での提供もある。2012年3月3日に、日本料理、美浜として、リニューアルをオープンした。2018年6月より、平日に休業日が設定されるようになった。これに伴い、営業日の平日のディナータイムもビュッフェ形式での提供も行われるようになった。 2020年5月より、当面の間全日休業中。バーラウンジ。ランチ、午後のティータイム、夜のバータイムがある。バータイムの営業は2020年5月より休止中。イングリッシュパブ。毎週金曜日には、富山吉夫とデキシーセインツによる、デキシーランドジャズライブ。毎月最終木曜日には、カントリーミュージックポップミュージックライブが行われていた。 東日本大震災以降は月に2回程度、金曜日の夜に、富山吉尾とデキシーセインツのデキシーランドジャズライブが開催されている。カラオケルーム。グランサンク、チャイニーズテーブル、ミハマの料理が楽しめるコースメニューがある。ディズニーファンタジー、東京ディズニーリゾートのグッズを販売している、同リゾート公式ショップ。2階にコンビニエンスストアのローソンが出展している。レストラン。 グランサンクに併設。ケーキ、自家製パン、焼き菓子などを販売。2階アーケード3階。ありがとうございます。